レジョリスは、アルストムが製造する、フランス国鉄向けの電気、ディーゼル両用車両である。コラニアポリバレントシリーズに属している。2012年7月4日にアルストム社によって、ベイリム鉄道試験船で公開された。フランス国鉄は、各地域圏向けとして11地域圏用に、計171編成を発注した。 フランス国鉄の規定では、地域圏鉄道には、ハイブリッド式、または電気式の車両しか導入できないため、フランスの鉄道のすべての路線で運行される可能性がある。レジョリスは、非電化区間では、ディーゼルエンジン4機を使用。電化区間では 1500V、または 25000V を終電し、いずれも最高速度時速 160km で走行する。 フランスの各地域県では燃料節約と大気汚染の改善が要請されており、欧州共同体が規定を策定すると考えられる、河川の下でのディーゼルカーソー抗菌死にも対処できる車両である。レジョリスは段差がない低床式車両であり、動力台車を編成両端に配することで振動と騒音を抑えている。 2013年4月に第一編成がフランス東部での営業運転を開始する予定である。発注されている171編成のうち37編成が副電圧車となっている。ありがとうございます。